お疲れ様スラットです。今日はこちらゴブジェイボーラーやっていきます。さあ世界上流戦ゴブジェイアントがだいぶ増え始めてますね。はい、なんか半年ぐらい前かな、このゴブジェイボーラー本当に同じようなデッキがものすごい流行ってたんですけど、まあそれとほぼ同じ編成のデッキがね、まあ今も強いよっていうわけでやっていきます。はい、なんかブラスターにもうマサニックボーラーボンバーの範囲攻撃、まああとヤナメとかレイジとか入れとけば正直何でも守れるみたいな、なんかもう安牌構成みたいなのが生まれちゃってますね。あとはトリトンか、正直その辺いれば何でも守れるし、まあ何にでも戦えるし、まああとは進化ボンバーでちまちま削っていこうぜみたいな、はい、こんなデッキがものすごい増えました。まあなんかゴブジャイプリンスとかジャイプリンスとかなんかそっちもいるんですけど、このトリトン型とかもいます。はい、まあ後ろゴブジャイで進化回そうかな。さあ相手ブラスターのこれ最近流行りの迫撃ですね。早めにライトニング打っといてもよかったかもな。まあ打っとくか、ムート残ってくんのめんどいんでね。だからまあダメージ与えたいというよりかは一旦芝居とこうぐらいで、舞台になれ。まあ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 全然こんぐらいのダメージならいっか。俺ちょっとだけ思いたいんで1倍は適当に耐えたいか。ムーとかトリトンで引っ張れたら強いな。生まれてくんねえかなゴブリン。いや弱っ進化ゴブジャイなんか強いのか弱いのか結構絶妙なんですよね。今ものすげえ弱かったけど意外といるんだよね。でも俺らが思ってるよりは多分ちょっと強いんですけど、スケキンとか、まあ、バルキリーとか、まあ、ボムタワーみたいな、なんかそういう範囲系引くとね弱くねってなっちゃう。さあスケダラちょっとめんどいな。ライトニングっちゃおう。まずい、引っ張れ、全員豚にしろ。もうマジマサネクゲー D が拾いよ俺。まあライト打ってもいっかこれ。やべ打っちゃダメだったかも。そっち、やばい、なんかゴブリめっちゃ増えてる。なんこれすごい。そっちスケドロ、マジちょっとずつなんか流れが良くない。こんなん適当にヤナメ打ったら事故るやろ。頼むママ残んねえか。いや、いい、ぶっ刺さってるマザニックボーラーが。冷静な対処もあります。ライトニング2周です。回したっていいな。これムート当たる？当たんなきゃマジまずい。いや緊急回避フィジカル。進化ボンバーなんかねタイミングがえおい刺さるんですよね。といやなんかもうほんとボンマザニクボーラーやなめ
この編成が強いですね。オブジェじゃなくたっていいし、なんかそれこそこのライトニングがレイジでも流行ってますね。はい、なんか別にダガーガールが流行ってるからタンク系が強いとかでもなく、ただ単にジャイとゴブジャイが今ノリに乗っちゃってるんですよね。さあ噂をすればゴブジャイ、いやーこれマジで強すぎるんだよな。もう後ろからゴブジャイプリンス組んでボイドと呪文打つだけデッキ、マジやばいっす相手の戦い方。でもこれが強いっていうもう悲しい現実。いやーこれまあダークプリー、おぼえ同じ、あトリトンや、じゃあ突破したい。おっついトリトンで緊急最悪あってもみたいなないしな。生まれて結構でかいダメージじゃない。え相手ゴブジェイプリンスボーラーなんや、なんか混ざってんな、混ぜるの危険。え、えごくね ?5 コス5コス6コス。ちょっと重たそう。いやー、今、欠乏、いっか、トリトンで結局、逆サイのゴブジャイも持ってこれるんで。いやー、もうね、ヤンキーすぎる。なんだっていいんだろうな。もう、後ろゴブジャイでプリンスつけて、レイジ打ってくるんだよな。いや、もう、これすごい、グロいっす。やってることは。これがちょっと強いのがいい。安すぎる。お願い、もしクララこんなんだっけこんなんだったわ昔から。いやまあまあまあ無視してくれたんで右落ちたんですけど、ボーラー抑えちゃダメだったかな。いやマジいかつすぎんこれが環境トップでさえ、まあでもあのプリンスに勝ちたいんでね。これはフェニックスとかいないだけマシか。いやーマジだるすぎるな。ザッピーもいるわ。いや俺別にこれキング狙いたいとかないしな。一瞬トリトンド M すぎる。でも熱い流れ来てない。誰がどう見ても熱い流れだよなこれが誰がどう見ても熱いよな。やべ荷物来た。ほいさあ気づいたら勝ってますよと。いやマジゴブジャイ強すぎるわ相手のもね。環境ですねと。まあゴブジャイが強いですよと。さあジャイアントゴブリン DP どういう意味、まあ、ゴブジャイっぽいのえ、いやーマザネクいなかったんでね、まあ、これシャーナシのヤナメです。さあまあブラスサインに対してねこういうギャングコウモリちょっと強いんですけど、まあそこにはねボンボーラーマザネク矢あるんでザップ耐えていきたいな。まあ、今んとこマジでメガナイト枯渇だけど、いんのかなそんな弱いデッキがっていう。ヤナアメザップだ。ヤナアメザップ。あーゴブシェイ PP だ。なるほどね。そういうことか。はいはい。まあゴブジャイプリンスですね。まあさっきのとまあ似てはいるが。でこういうゴブジャイプリンスの形組む系だっていいし、そこに歯向かうね
こういうのだっていい。マジ左やばい。それ終わった終わった。いやこれマジライトニングがな、レイジの方だったらな、こういう小物行きには強くなるんですけど、まあ仕方ない。右も左もやばい。痛い。いやまあこれでも左折られてよくて、よくはないか全然よくはないか。はい、まあよくて、あの右側を折りましょうって話なんでね。こっから右折れれば何だっていい。折れるかな。さすがにケアされんのかな。やなめサップちょっと強い。なんかでもありそう。やなめけんない。おっつんのが左も入ってるよ。この後耐えれれば。え？マジであるやん。いやこれもしかしたらキングブッパもあるっすね。え、熱いこれ。どう考えても許容で終わる。マスネカ当たんだよ、その疑惑の範囲で。これ本命は左です。適当に形で組んで、え、なんか強くね？さっきもさ、こんな勝ち方したくない？やめてトリトン、その俺の餌が。さっきもさ、なんかユニットが溜まって気づいたら勝ってたみたいなさマジ全く同じような勝ち方したぞ。いや、ゴブシェ多いって。いや、一番ダセーって。いや、すげえ、なんかいろんなゴブシェがいるわ。しかもね、みんな進化ゴブジャイなんだよね。進化ザップのパターンもまああるけどね。なんかそのゴブジャイってそんな進化するほど強いと思うんですけど、なんか多いっすね。進化ゴブジャイだいぶ弱いと思ってはいたんですけどね、結構強えらしい。強えのかな。なんかでも使われてる量としてはね、多い。さあ、コカッちゃん。コカツか。まあ、一倍適当に耐えたいな。ボーラーでバレルカンプ熱いな。まあ、俺ロケットワンチャン打ってくるかな。一応、縦線で完封もできます。これトリトンが残ったら天国でした。まあボーラーマサネックで組んで、じゃあボーラーゴブジェイか。うめえわ。え、それさ、キング起動なの。おしゃれ。でもおしゃれなキング起動を取ったことによってなんかすごいことなってない？終わったやん。ボーラーってさ、あそこあんなテスラでキング起動できるんだな。ね、知識増えました。ぜひあのテスラ使いの方はね、まあ大砲とかでもできますよね、多分ウッドとか使えば。それのテスラ版みたいな。まだ諦めてはねえな。まあ枯渇なんでね、ブラスター枯渇ちょっとだるいんで、全然ここからあります。怖いです。
怖いね。内側だ。縦線ケアス。えら。ここのさ、ボンバーってさ、タワーまで行かねえかな。え、めっちゃいいやで、ライトニングのダメージってさ、462。ジジーさあ、キング起動を犠牲にね。ん、キング起動する。代わりにタワーを犠牲にしてもらってね。さあ、ナイス。ダニゲーマー。ちょっと取る高えの。ゴブジェイじゃね。ゴブジェイか迫撃だろ、どうせ。ブラスターなんだね。え、ゴブリン、ホグ、ゴブリンウッドのブラスター、なんだろう。あ、これあれだ、近畿道できねえんだ、ブラスターって強すぎて、やばすぎる。一応バルキリー、オグファルチェス、いやー一枚から攻め取るのやってくるか。なんかもうちょっとね、形組んだら強いデッキだったらワンパンあったけどな。いやー抑えたいなー、ダメージ1400守るしかない。相手ロケットっすね。ヤンキー攻めが、マジヤンキーすぎる。なんかジメッティしてない。別にホグ飛ばしたらトリトンが来るのは当たり前でね。勝手に攻め取るにして勝手に事故ってくれてるわ。え、ラッキーすぎん。1回目成功したからまた成功すると思ったんかな。うちのトリトンは優秀だよ。働くよすぐ。ロッキー削りね。まあ進化バルキリーが邪魔ではある。ちょっとだけ削っとかないとね。うまい、取り抜きそう。いや、うまいけどね。682にロケット打つならもう。止まんないでくれ。いや、だから耐えたわ。あぶねえ。ラッキー。ルフィでさえゴムゴムの実のトリトンですからね、私は。42? ま?いや、ゴブジェイ強すぎん。特に大したことやってないけどな。後ろからゴブジェイ出してトリトンで守るか、後ろからボーラー出してトリトンで守ってゴブジェイ、シンプルでいい。ホグ縦線って完封できんのかな。一発惜しいな。縦線ちょっと鈍いな。あー、まあ26みたいな世界はありそうっすね。最近地味にいるし。26か。26はね、まあだいぶまずいか。もう耐えまくるしかない。え、違う。ボーラーでちょっかいかけちゃう。よいしょ。いや、めっちゃいいこの攻め。いやー、ターゲット逆だったな。
いやこれ正面に出してロケホグんのが嫌だな。ホグクエイクかな。いやクエイク熱いか。まあ、マーザネクが活躍できないけど、ボーラーってホグ完封できるイメージあります。ブラスターだと。おい強っ。まあ行ってもいいけどね、行かなくたっていい。打っとくか。これね結構悩ましいとこであったんだよな。この次がマジでまずい。許容なんて世界もマジやばい。さあ入んだよな、しかもフフフ、イカれてる。ロケオにさサイクル間に合わないのがきつい。ちょっと重量級の弱点が出ちゃって。かかれ。熱い。あるね。許してください。うわー、やばすぎる。なぜか勝つんですよね。え、ゴブジェ強すぎん？やばいな。さあブラスターね、まあ同じようなデッキだと思うんですよね。本当に6連勝ぐらいしてない。うーん、まあザップだと結構ペッカ。いやゴブジェだ。いやこれケツゴブジャイしてプリンス合わせられてフリーになって、ケツマザニクしてケツゴブジャイで回収されて、いやこれやばいな。理想はシバライトニングでバレずに手札回しをしたいとか。いやサンスペゴブジャイプリンスです。はい、これマジでエグいっすよ。後ろゴブジャイからのプリンスつけられてボンバーつけられてグロいに来ます。よかった相手の手札整ってなくて。いやこれにしとこう。いや波打ちたいけど打たない方がいい気もするけど打ちます。いやいらんかったな。やばい、マジやばい気がする。やばい気がするが許してもらえる気もします。待ってやばい。え、なんかプリンスさ偉くなかった？ゴブジャイの背中をの奥に行ったんだけど、モテねいやこれちょっときついんだよな。ゴブジャイプリプリっすね、話題のゴブジャイプリンスで形組んでサンスペ打つゲーム。さっきでもこの辺から勝てたよな。フェニックス、まあ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 、一旦ここはね。強いな。やべ、一本痛すぎたか。なんかぬるっと負けちったな。これでもさ丸に届くんだよ。いやボンバー強いけどちょっとはい、ヘナチョコヘナチョコ負けもあります。プリンス寄ってこなかったな。
いやだマジゴブジャイゲーじゃない？やばくない？もうなんかゴブジャイプリンスとかまあなんでもいいんですけど、なんかくんのくだけで気づいたら相手のタワー折れる環境なんで今、なんか取り間使えばいいか、やばいな。ゴブジャイプリンス組んだらあれ、相手世界一桁のプレイヤーだけどタワー折れてるやんみたいな、ザラにある。まあこのデッキでもゴブジェイボーラーでも、まあ今回の相手はあさっきのロケッコミニピョグだな。まあやがめ回ってないのきついな。まあ耐えてどっから一発ドカンか、なんか守ることが重要な気がします。これそんなエリクサーのアドバンテージ取ってたんですか。完封。え、この何このフォーク入るときと入らないときの違いは教えてよ。ボーラーってそんな無能なんだ。まあちなみにここ打つと、え、うますげえ、うま、先生そんなそんなあんの。今のやばくね。今のキング起動やばすぎん。ちょっと待ってよ、お散歩させてからの。うまいな、うん、強すぎる。ロギホ届かないって話してんじゃん私。いやマジでインチキすぎる。ミニペね。やば、あの緊急うますぎん。そして進化ロケホンについていけない。終わった。めっちゃなんか慣れてたな、ボーラーのおしゃキング起動。おしゃれすぎだろ。さあブラスターゴブジェイの匂いがしますね。さいちゃおう、拾っちゃおう。ディガーね、まあ迫撃かな。そしたらさあ迫撃っすね。もう環境のこれもう多いね、多すぎる。まあ呪文が基本的にやらめだけなんでマザネクで仕留めたい。そういえばやってない、ボーラー残ってるよ。だってこれだけできつくない。あ、ムートだからっていう。さあアーチャーでしたね。ボンバーの枠かな。何これ。さすがに。舐めてないですか、それは。
いやこれね、右か左ちょっと悩むな。あ、さすがにこっちでいっか。いやさすがに今の相手の攻めやばすぎたけどな。冷静に端前スケキン縦線やばくない。それのことだよ。それのことを言ってんだけどな。このタゲがさ、右だとちょっとまずかったりします。まあ残るか。怖え。マジで怖え。うわ、いい位置だ。さすがに。いやなんか基本的に守りから行きたいんで、このデッキはね、あんだけ攻めてくれるとラッキー。さあというわけで、環境ね、めちゃんこ強いゴブジェでさえ、まあこれ以外にもあのゴブジェプリンスとか本当組むだけめちゃんこ強い、もうゴブジェ環境来てますんで、皆さんもぜひね進化ゴブジェやってみてください。ちゃんと効果もおっしゃっすよ、おっしゃったまたね。